本日の第3試合2021ジュニアバトルオブグローリー準々決勝時間無制限一本勝負を行います。今日もしたいが、それ以上に佐藤光に勝ちたい、そう話していた阿部文則です。阿部文則、命日、再戦の覚悟でリングに向かう。優勝は至上命令だ。青木さん、やってみせますよ。佐藤光の入場です。佐藤光、レフェリー和田恭平。佐藤光、レフェリー和田恭平、準々決勝の戦い。さあ、格闘色の強い2人の戦いとなりました。非常に緊張感が漂っております。さあ、握手を交わして両者の戦いが今始まった。さて、長野さん、はい、少しね、毛色の違った戦いになるかもしれませんね。そうですね、まあ、当然格闘技色も強くなるでしょうし、はい、まあ、あの安倍曰くね、はい、佐藤光戦なんですが、はい、今日は光さんと青木さんの、はい、あの変態自衛隊2人と戦うんだと、ほうほう、2人にあのリベンジするんだという言い方をしてましたよね。そうですね、まあ、2016年の11月12日なんですけども、はい、ジュニアタッグバトルオブグローリーがありまして、はい、この時に阿部は岩本浩二と、はい、まだその時は岩本も全日本所属じゃないですから、うんうんうん、スポルティーバの先輩後輩コンビとして参加して、はい、開幕戦で変態自衛隊と試合したんですよね。あ、そうですね。で、まあ、光の捕獲式の腕十字で、はいはい、阿部が敗れたんですが、その試合がすごく評判が良くて、はい、以降阿部がいろんな団体からオファーが来たと。あ、もうあそこがなんか一つのターニングポイントだったということを本人言ってるんですよね。なるほどね。恩も感じてるし、リベンジもしたいと。あ、なるほど、で、まあ、青木選手が亡くなったその年の追悼の8月の11日にでもやってますね。そうですね、2019年、あの時は和田拓也、はい、佐藤光の変態アブソリュートですね、で、野村拓也とのアストロノーツで、はい、阿部は戦ってるんですが、その時も佐藤光のクロスヒールホールドで敗れてると、だ、まあ、ずっとやられ続けてるんで、はい、もう今日は何が何でもリベンジするんだということを言ってましたね。そうですね、長野さん、初めてですかね、シングルは。みたいですね、なんかやってるイメージがあったんですが。そうですよね、はい、シングルは初ということです。だからですね、阿部今日あのサンダルで会場入りしてるんですよね、はい、そうなんですよ ね、 あの青木さんは結構そういう格好にうるさくて、はい、うんうん、あのサンダルかなんかで会場入りするんじゃねえと、はい、怒られたみたいですね、初めの頃ね。で、なんか他の選手がサンダル履いてて、あれは青木さんいいんですかって、あれはおしゃれサンダルだからいいみたいなそんなこと言われたみたいで、今日はあえてダサいサンダルで来ました。ですから、まあ2人と戦うってことなんでしょうかね、それが彼なりの、青木敦に対する思い、そうですね、はい、戦いにぶつけております。さあ、上になったのが佐藤光。おお、勝負強烈、左右の張り手。さあ、この状態からどうするか、ボディを叩きます。まあ、昨日のね、はい、大森北斗戦もね、厳しかったですよね。いや、厳しかったですね。もう今回の佐藤光はやっぱりね、まあ、今
青木敦史の面子ということもありますけども、うんうん、はい、もう絶対優勝するんだというのがね、はい、もうにじみ出てる、溢れ出てますよね。そうですね。うわ、うわ、いや、阿部も負けてませんよ。今の踏みつけも、はい、まあ、あえて仕掛けていったという感じでしょうかね。まあ、優勝もそうなんですが、やはりこの一戦にかけたいというね、そんなコメントも出てましたね。そうですね、まあ、あの優勝するには3試合あるんですけど、はい、この試合に全てをかけますって言ってました ね、 そうですよね。この試合が終わって初めて、うん、その先が阿部にとっては見えるんじゃないですかね。そうですね。お、強烈なミドルです。お、足を払っていく、キャッチして足を払ってテイクダウンを奪っていきました。さあここから、おっと、腕を、足をひねりながら入っていきますが、これはコントロールしているのは今度は佐藤光だ。上になったこの状態、上からがぶって、さあどうする、首を取りに行きました佐藤光。さあここから投げに行くのか、それともグラウンドへの展開か。腰を落としてそれを防御しているのは阿部Fuminori。さあ投げに行って後ろから強烈、おっと、しかし立ち上がってみせました。見てないぞ、そんな感じでありましょうか。こちら阿部Fuminoriです。お返しをするってことですね、これ。まあ、2人とも大好きな攻防でしょ、これは。これは耐えて見せたんだから、お前もやってくれよと。おー、さあ、2発いきましたよ。2発ですね。大内から、自分から座りましたよ、はい、正座してますよ。ですね、一発蹴られたのを2発で返していきました。ならばここは4発か。2発蹴ったよねって今確認してますよ ね、はい、ですね。2回はいけるな、そういった思いです。さあ、臨戦態勢、全然痛くありません。おっと、2発でも痛くありません。負けてたまるか、負けてたまるかと言ったのは阿部Fuminori。ちょっと背中が痛いか。あ、2人で点を指さしですね。ダメですよ。よっしゃ、青木さん3回蹴るわ。青木さん3回蹴るわって言ってましたね。まあ、青木敦史に投げかけているかのようだ。ならば受けてやろうじゃないか。1、2、3と、おっと、4つだ。さらに5つ目。これも痛くないんですかね。さあ、ちょっと聞いてみましょうね。痛そうですけどね。かなり痛そうですよね。乾いた音が轟いておりました。新木場ファーストリング。さあ、あえて受けましょうと正座をしております阿部Fuminoriであります。5つもらってしまいました。強烈ですね。今行った。そうですね、阿部のは速射砲でしたけど、こっちは重いですよね。おー、武藤ケージバリだ。今ラブポーズも出ましたよ、はい。さあ、今度はここからどう出るか。おっと、足もキャッチ。おっと、さあ、アグレッシブ感がための体勢だ。キャッチしてそのまま諦めたの。おっと、張り合っている、張り合っている。さあ、リングの中央を引き戻して、しかし阿部は平手で対抗する。おお、お互い打ち合っている。すごい、もう足はどうでもよくなっちゃいました ね。今度は初回ヘッドバット。ヘッドバットであります。凄まじい戦い模様。おお、膝を出していった阿部Fuminoriであります。激しい戦いだ。まあ、やりすぎぐらいがちょうどいいというのがモットーですからね。そうですね。おお、ナックルパート、ゴツって言いました、ね、言いました。変な音しましたね、さあ、打った拳の方もちょっと心配ですね。おお、こちらもお返しだ。いや、本当拳もね、折れちゃったりしますからね。そうなんですよね、気をつけないとね。お、打ってこいと。この2人でしかできない戦い。2人の世界ですよね、これはね。そうですね。うわー、いった、ヘッドバット。おお、ひるんでおりません。阿部右の張り手、おお、2発返していく。張り手合戦は、おお、これかわして左、右、左、ワンツーだ。おっと、これを返していきます。左、右、左、こちらワンツー。そして今度はどうだ、ヘッドバット合戦となるのか。おお、今打つ、
リ入りましたか。そうですね、イラブパンチより先にエンジン入りましたね。はい、さあ互いの攻防の中で試合が進んでおります。両者の戦いに拍手が送られている。キックをキャッチしてバックから、ジャーマンは投げっぱなし。割れてますね、はい、バッティングで、はい、今度はハイキックだ。抑えて阿部、カウントはどうだ。カウントは2カウントであります。ここはどう、右、そして今度はおっとおまんじ固めの体勢、おまんじ固めですね。さあ腕がおまんじ固めの体勢入りました。もう顔面からおとなしくおります。流血先決であります。さあこれはどうだ、完璧に入っているぞ。それでもその足を外して投げに行くのか、生ならない、あ、これでした。さあ今度はどうだ、足を立ってアキレス腱固めの体勢。さあ今度はその腕を取っていく。さあロックが外れれば阿部のものなんですが、どうでしょうか。半身の体勢を起こした、彼が上の体勢になっている。ここからどうする、腕を取って、腕を取って捕獲式に行きますよこれ、はい、どうだ、首を取り、さあこのクラッチが離れれば、腕が離れれば、あった、あ、決まった、決まった、決まった、佐藤光の勝利、9分23秒、佐藤光の勝ち。まあ、最後に捕獲しましたからね。そうですね、やっぱり関節技はね、一発で入ったら、ちょっと逃げられませんからね、はい、いや全国の青木敦に届けと言わんばかり2人の攻防があったわけであります。勝ったのは佐藤光。もう本当にね、はい、心と技術と全てをぶつけ合いましたよね、はい、そうですね、はい、2人だけの世界でした。まあたま、両者ともにですね、ダウンしたままの状態、肩で息をしている両者、戦い抜きました。勝ったのは佐藤光です。まあ阿部にとってはなかなかこの超えることのできない、そうですね、はい、でもまあ2人とも気持ちのいい戦いができたんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、体はきついでしょうけどね、まあ、青木敦も天国で喜んでいることと思います。見事な戦い制したのは佐藤光です。これで準決勝に進出。優勝もそうですが、佐藤光に勝ちたいという思い、残念ながらそれは叶いませんでした。しかし見事な戦い、勝ったのは佐藤光です。準決勝進出でございます。ちょっと阿部が涙ぐんでますね。思いは青木敦かもしれません。おお阿部なりですね、はい、これでいいんです。残念ながらここでついてしまいましたけれども、見事な戦いでした。阿部Fuminori、余計なことしやがってっていう思いはありながら嬉しそうでしたね。そうですね、はい、心は通い合ってますよ、はい、さあ戦いはまだまだ続きます。佐藤光、準決勝に駒を進めました。見事な一本勝ちです。